一生ここに来ない。一銭も使いませんの、来るの。ねえ、いつになったら担当変えさせてくれるの。お店のルール的にもそういうのできないからって前々から言ってるやん。それは悪いところあったらさ、もちろん直す努力はもちろんするんだけどさ、だってずっとそれじゃん。ずっとそれって何変わんないですよ。できることとできないこともやっぱりあるからさ、それは申し訳ないんだけど、でもなるべくニーズに添えるようにはしてあげたいとはもちろん思ってるのは本当なの。どうぞここで日本増えてる。それはまあキャラだからしゃあないんだけどさ。てかリュウセイ君見てみて、めっちゃかっこいい。このシュッとしてめっちゃリオール似合うし、こんなにリオールなんかつけてるのが豚に進みたいです。てか入ってまだ仕事ってないの。1ヶ月ちょっとですけど。うん、めっちゃ高いぞ最近。またはすごい。何月間ぐらいで3桁は。めっちゃかっこいい。でかっこいいもん。見慣れないマジで。でポンとさんほど面白くないし、俺喋れないし。サボ取るだけだよこんなの。お前ちょっとだけこれ多いらしいじゃん。SNS でちょっとだけ有名なだけじゃん。パンと見返る。頑張るけどもこう上に行けるようには。まずいつになったら本当に指名が言ってくれるって。永久指名だからさ、もうって制度とかルールとかがしっかりあった上でこういうふうに選んでもらったわけだからさ、流星がヘルプついてくれるのもすごい嬉しいから、それは仲良くするのは全然問題ないんだけどさ、なんで女の子の気持ち汲み取ってくれないの。私、今、流星君かっこいいとかって言うから、なかなか聞かせないようにしてたんですよ、裏で。けど、だってさ、この間もさ、またなんかその流星にさ、連絡先教えるってずっと言ってたし、LINE 交換するのダメだし、爆弾になっちゃうし、爆弾になったら、もう流星、お金も払わなきゃいけないし、お店もクビになるかもしれないし。外で会わなきゃいいんじゃない。会わなきゃいいんじゃないことかじゃなくて、連絡先交換すること自体がダメなんだったから、そもそも。流星のためにも。そうやってさ、ごちゃ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 言ってるけど、結局無理ってことでダメって言ったんですよ。だから、その中もお金使わないから。でもさ、最初の頃はさ、仲良くできてたからさ、俺その頃の時の方がやっぱ楽しいなっていう気持ちももちろんあるし、これからもやっぱ一緒にいてほしいっていう気持ちはもちろんあるから、しないでと思うし。もちろん。私名返したいってやってんの。まあ一応。そこの権限ないんだよ。早く指名許してよ。そうなんだ。でも指名返したお店にいるよこの人。でもそれは見ないふりする。見ないふりするのか。いいなーって思う。できないんだよね一応ルール的に。本田君もいいとこあるから。汎用だし、まあ可愛いし。なるほどね、色物的なね。そう。もういい、本当に。あ、バトルしてたんですよ。圧かかるんだよ、本当に。面白くないし、ちょこっと有名なだけでさ、あ、どうしようって。何もよりいいってやつ。裏で努力してるし、有名になるためにも努力してるし。できないのよ。また飽きちゃうかもしれない。飽きない、絶対飽きない。ヘルプでついてくれるか。はい、でも。でもこいつのせいで絶対これからつけてくれない。そうでもないよ、きっと。裏で操作してるもん、絶対。いやいやいや、できない、そうだ。私ここでめっちゃ使ってたよ、数百万。そうだね。でも一切使わないから。何にも3番入れないよ。何にも下ろさないから。まあそこは仕方ない。入れてほしいけど、それは本格の試合だから。お金使わなくなってもいいの。でも指名はできないからね。そう。だって指名を許してくれればいい話だよ。それがお店でんなよって。でさ、黙って。今ここで流星君に指名替えさせてくれるんだったら言ってきたこの曲は。おお、すごいな。使ってあげてもいいんだよ。豪快だな。今させてくれたらもう使うって言ってすごい。とりあえず話してくれ。これからここで使うかもしれない何百万何千万を取るか、もう一生ここに来ない一銭も使いません。分かった。話してくれ。 OK。 ほら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 早く行けないよ。帰っちゃうよ。ほら100万返っちゃうよ。いや、それダメなんだよね。絶対こう何かしらでバレちゃう。ダメなんだよね。本田さんがやっぱいるから。めっちゃ優しいし。さっきポンタ君言われてたけど、ポンタ君的には指名替えとかどうこうはどうしたい？本当は自分で引っ張りたいのがまあ本音ではあるんですけど、治安的にあんまりよろしくない行動もすごいバラクでもなんかこうねやったりとか、誰も結構割と勘弁してほしいなっていう感じなんで、おとなしくさせたい気持ちではもちろんですね。使ってもらえる人が使ってもらった方がいいんじゃないかなとももちろん思うのはあるんですけど、まあでも自分に使ってもらいたいのがもちろん本音ではあるんですけど。私のことが結構ホテル行こうってすごい言われてたんですけど、行かなかったんで、まあどんどんこういう風になってきちゃった。自分の責任でももちろんあるんで、ちょっと難しいところですね。失礼します。ああ、大丈夫ですか？まあそうね、一応どうしようかっていう話をしてたので。ああ、はい。まあ本当は指名替えとかってダメじゃん。そうですよね、ルール的に。なんかポンタ君もちょっと辛いとか言ってて、変えてもいいかなぐらいには持ってるっぽいから。今もめっちゃ LINE 聞かれて。ああ、そうなのか。ポンタ君なんかもうしんどすぎて指名替えしたいぐらいの話をしてて、それを踏まえて流星君的にはどうしたいかなっていう。僕はまあポンタさんと気まずくなるのはちょっとあれなんですけど。まあ僕というよりも、まあお店的にももらえるならまあもらいたいかなと思ったりも、いろんな意見が、はい、まあ本当はダメなんだけど、どうしてこなくなるんだったら流星君に指名変わった方がいいっちゃいいから、はい、今回だけめちゃくちゃ特例で指名替えしてもいいかなと思ってて、2人がよければ流星が頑張れるんであれば僕は。まあ一旦それで話してみようか。はい、流星じゃなかったら俺多分嫌だったなと思ってたから、流星のその技量とか見て、はい、OK 出したから、はい、そこら辺はまあ期待に応えてくれたらなとは思います。わ、はい、かりました。ありがとうございます。どうだった？今回だけ特別になんか指名がいいってこと？一応うまくやってください。はい、お二人とも。これから一般化ですんだ。そんな雰囲気ないけど。本当に使ってくれんのこれ。明日空いてるんだって。今日？まあ今日は空いてるよ。明日行こうよ。ご飯。あ、でもまあでも明日行こう。まあ一旦後ほど楽しみにしてます。おはようございます。あ、うん、シンプルにがその彼女のそのニーズに応えてあげられなかったっていうのももちろんそうなんですけど、流星がそこをどうコントロールできるかというか、どう対処できるか、これがちょっとは見ものかなとは思いますね。うん、どこでもいいよ。どこ行きます。ご飯さっき食べてきちゃったんだよね。え？だからゆっくりできるとことか行きたいな。ゆっくりできるとこ？カラオケ？もっとあるじゃん。カラオケってゆっくりできないよ。座るんだもん。横になってゆっくりできるとことかいいかなと。背中記念日でしょ。あ、そうだね。なんか行こう。今日はちょっとまた別日にしようよ。え、なんで？今日はちょっと行けない。行こうよ。やっぱいきなりだし、そうあんま良くないかなって。ね、行こう。今日100万使ってないから。だから、うん、今からアフターしてくれたら使うってこと。そのホテルに。うん、はちょっとできないかな。え、なんで？それは嬉しいんだけど、ホテルだけはちょっと、ホテルじゃなければなんで。もう行っちゃう？ホテルはちょっとあれだけど。